1911年の世界産業労働組合によるポスター、資本主義のピラミッド。各層の文字は、上から、資本主義、我々は、あなた方を支配する、我々は、あなた方を騙す、我々は、あなた方を撃つ、我々はあなた方に代わって食べる、我々は、皆さんのために働く、我々は、皆さんを養う、反資本主義とは、資本主義に反対する思想や行動である。反資本主義の例には、社会主義、共産主義、国家主義、国家社会主義、結束主義、第三の道、第三の一等がある。このような思想は19世紀以降において増加してきた。主な批判の内容としては、資本主義に反対する者は、共産主義やファシズムなど、資本家の支配を否定し、労働者が実権を握るべきという思想である。しかし、必ずしも共産主義に賛成する者ばかりではない。労働者が実権を握っても、やがて上層部が支配層となり、崩壊を招くという危惧からのものである。21世紀に入って、資本主義の先祖返りとも言うべき新自由主義が、世界的に推し進められたことへの反動から、ウォール街選挙運動などの運動が、世界中で起きている。日本でも、もともと反資本主義を掲げる左派のみならず、資本主義そのものを、否定はしないものの政権党の自民党より、右の立場から明確に反新自由主義を唱える人物や勢力が存在する。森永卓郎は、権力側の者が大勢の無知な大衆から搾取する。これが資本主義の本質であると指摘している。森永は、権力者、金持ちが一般庶民から搾取するという資本主義の本質を、強化するのが新自由主義であると指摘している。ありがとうございます。